世界へ発信する YouTube の講師を兼松井さんをねお迎えしていろんな話を伺おうということでございます。兼松井さんもねこの番組とこのスタッフと同時にやってますので3週目でございますけれども、兼松井さんのご紹介をとしますと、DJ としてのキャリアを終えて現在は世界で務めているということで、先週はその、ね、話に特化したお話も出ましたね。そしてさらにアメリカはニューヨークニューロサイエンスマーケティングスタートアップスパークニューロジャパンの CEO と様々な側面をお持ちの方でございます。そんな兼松井さんをお迎えしてここ JF で行われた未来の授業、今回のテーマはいくつもの肩書きを持つ時代についてというテーマでお届けします。一体どんな授業になったのでしょうか。お聞きください。